こんにちは、ブルーホスです。今日はモテる人の会話術って一体どういうものなのっていう話をしていきます。またまたね、恋愛心理学の話ですね。はい、じゃあモテる人っていうのがどんな会話をしているのかっていうと、まあ例えばですけど、合コンとかね、お見合いパーティーといった、まあ、将来のパートナーを見つけるために参加するものの話からスタートしていくんですが、まあ、いざね、高いお金とか長い時間、例えば1回の合コンに行ったら飲み代、特に男性の方だったら女性の分も持つとか言って、通常なら1人5000円のところを女性の分も合わせてかける2の1万円会費払いますとか、お見合いパーティーも僕ちょっとどういったものなのかっていうのは行ったことがないんでわからないんですけど、まあ、数万円っていう、まあ、会費とか、それからそこへの参加費とかっていうのをいろいろ払ってたら、まあ、2万3万が吹っ飛ぶと。で、1回あたり2時間3時間とか、もしかしたら半日とかねっていう長い時間をかけて、あ、理想的だなーって思う相手も時々は見つかるかと思うんですよね。ところがそういった相手を見つけたとしても、残念ながら相手のお眼鏡にかなわず、まあ、次に行けないというパターンがあると。そんなお悩みを抱えている人に、相手に次はデートしようかと言ってもらうような確率を上げる、そんな会話のポイントについて今日はお話をしていきます。はい、じゃあ初対面の後にね、お見合いとか合コンとかでもいいですし、まあ、友達伝えて紹介をしてもらったとかでも何でも OK です。初対面の後に、あ、この人と次デートしたいなとか、次また遊びたいなって思ってもらう機会を作るためにはどうしたらいいかっていう話になります。で、結論言うとどうすればいいかっていうと、質問の数が多いので質問たくさんしましょうっていうことです。自分の話をね、初対面でいきなり仕掛けてしまうよりも、相手の話を聞いてあげたりとか、その話に興味持っていろいろ尋ねる方が効果的だっていうことなんですね。で、これに関しては男性がよく陥りがちなんじゃないかなっていうふうに思ったりするんですよね。最初はもうとにかく自分がすごい人間だ、すごい人間だ、すごい人間だ、すごい人間だっていうステータスが高いっていうことをアピールしようと、年収いくらなんだよね、どこに勤めてるんだよねとか、身につけているもの、ああこれロレックスだわ、そんなね200万なんて安いよとかね、それからハマっている趣味、ちょっとイケてる感じのやつですよね。今だったら何でしょうね、ウェイクボードとかですかね、そんなの乗ってるんだよね、へえかっこいいおしゃれですねって言われたりとか、でそういうことを鼻高々に自慢していることっていうのが多いんですよ。確かにそういった年収が例えば1000万超えてますとか、身につけてるものロレックスですとか、まあスーツもオーダーメイドなんだとか、ハマってる趣味もウェイクボードなんだよねとか、まあ、釣りに行ったりするんだよねとか、ボート乗ってるんだよねなんていう風に言うと、はじめすごいかっこいいって、今度私も連れてってみたいなね風にもてはやされるんですけど、将来のパートナーを選定するにあたってステータスで決めるってちょっとポイントずれてませんっていうことなんですよね。長期的なお付き合いを求めている人からすると、その年収、まあ確かに年収は大事かもしれないし、ね、どんなものを身につけてるかっていうのも財産、資産っていう意味では大事かもしれないですよ。ところが優先順位ってそこじゃないんですよね。この動画の前にも、その長期的なお付き合いをしていくためには理想の相手っていうのが非常に大事ですよと、でその中で価値観を合わせることも大事だっていうお話をさせていただいたんですけれども、その中ではそのステータスばっかりを求めるっていうのは優先順位そこじゃないんですよってなってしまうと、結婚相手とかを求めるとか、長いお付き合いを求めるっていうことであれば、あ、次はないなってデートお預けみたいな状態になっちゃうんですね。まあ、もしかしたらちょっとそのステータスに興味引かれたから、ちょっと次食事くらい行こうかなっていうふうになるかもしれないですけどね。じゃあ質問の数多くしましょうって言ったんですけど、どのくらいの質問してるのっていうと、まあ、15分間会話をするのであれば9回以上、まあ、ほぼ1分に1回のペースで質問をしているっていうのがモテる人の結果だったんですね。逆に言うと15分に4回以下しか質問してない人に関しては次がないケースの方が非常に高かった結果が出てるんですよね。ただし注意してほしいのは、畳みかけるような尋問のような質問は NG なんですよね。まあ、例えば相手が趣味について話してくれてますと、へえ、それの何が面白いの、え、そんなに時間かかってるもの、なんでハマったの、え、どうしてどうしてっていう風に、まあ、これに関しては多少言い方の問題があるかもしれないんですけど、まあ、なんで面白いとかね、なんでハマったんとか、それに時間かけてどうなんみたいな、そういったなんかこう、なんか詰めるような質問じゃダメだっていうことですね。まあ、これは常識的に考えたら皆さん理解されてると思うんですけどね。じゃあいい質問の仕方っていうのを、紹介していくと、フォローアップクエスチョンっていうのがいい質問なんですよね。これどんな方法かっていうと、会話、相手が話していることに対してそれに乗っかって
どんどん質問を投げていくっていう方法なんですよね。例えばですけど、で昨日何してたのって言ったら、あ、映画に行ったんですよねって、へー、何見たのって、鬼滅の刃見たんですよって言ったら、あ、鬼滅の刃ってあれだよね、興行収入第一になった今話題のやつだよね、やっぱり人って多かったのっていう感じですね。でこの会話の中身だと、何を見たのっていうポイントと、人は多かったのっていう、この2点がフォローアップクエスチョンっていうものになります。でこれ会話に乗っかってってますよね。映画見た、え、何見たのっていうね、見たことに対しての興味、それから鬼滅の刃、鬼滅の刃って人気だからやっぱり人って多いのかなっていう興味っていう部分ですよね。で確かにこういった会話って、なんかこう仲のいい友達とかだと何気なくできる会話だと思うんですよ。皆さんも多分そうだと思うんですよね。ところが初対面とか、まあ意中の相手とかっていうのに関わらず、あ、ごめんなさい、初対面の相手だと、その相手が好きかどうかっていうのに関わらず、まあ、緊張してね、相手のこともよく分かんないし、質問ってなんかしても大丈夫なのかなって、なんか変に思われないかなって、緊張してしまってなかなかできないケースって多いんですよ。なのでそこを崩していくっていうことが大事なっていうことなんですね。でフォローアップクエスチョンっていうのが、もう効果的な理由は一体何なのっていうと、まあシンプルに言うと、相手が話を聞いてくれているなっていうことを感じやすいと。それから、あ、話に、あ、自分が話していることに興味持ってくれてるんだなと。それから、あ、クエスチョンをその被せていくことによって、あ、話を理解してくれてるんだなっていう、この以上の3点っていうのを相手に感じさせることができているからなんですね。で、人っていうのは自分のことを認められている、聞いてもらっている、気にかけてもらっているっていう感覚が芽生えると、それを感じさせてくれている相手に対して、好意、あ、この人好きっていう好意をね、持つんですよ。なので、意中の相手、あ、この人ちょっと、気になるなっていう相手がいた場合には、確かに好きゆえにこう下手な質問とか下手な会話とかを投げてしまうとどうかなっていう、ちょっとした緊張っていうのは当然あるとは思うんですけど、だったら相手が喋ることに乗っかっていって、興味関心を持って質問をぶつけていくっていうフォローアップクエスチョンっていうのを心がけてみていただけたらと思います。だから自分が変になんか場を盛り上げようとか話題を作ろうとかっていう必要はなくって、相手の話をどんどん広げていく、深掘りをしていくっていうことだけをしたらいいと。話題の中心はあなたではなくって、好きな相手だって思ったらフォローアップクエスチョン自然に出てくると思います。ということで、モテる会話の、あ、失礼、モテる人の会話術ということで話をさせていただきました。本日の動画は以上です。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。